らのブース内にはさまざまな作品の展示紹介がされているのですが、今回はトムスエンターテインメントさん初のスマートフォン向けアプリアイドリズムに注目したいと思います。本日はアイドリズムの男性キャラクター三崎アレクシス役の今野誠一郎さんと、同じ事務所の杉原由紀さん、牧野郁恵さんにお越しいただきました。3人からアイドリズムの魅力をお伺いしたいと思います。リポーターを牧野郁恵さんにお願いしてお話を聞いていきたいと思います。それではよろしくお願いします。はい、3月27日に1周年を記念する人気アプリアイドリズムの魅力を私たちでご紹介させていただきます。人気キャラクター三崎アレクシス役の今野くんと、事務所切手のゲーマー杉原さんと一緒にこちらご紹介させていただきます。あ、進行と説明は牧野がやらせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、まずはアイドリズムとはどのようなアプリなのか、まだ知らない方へ説明させていただきますね。アイドリズムは音楽シミュレーションプラス育成で構成されるアイドル育成リズムアクションゲームです。プレイヤーがプロデューサーとなり、自分だけのアイドルグループを結成し、ライブバトルを勝ち進み、トップアイドルプロデューサーを目指していくゲームなんです。キャラクターがね、すごいたくさんいるんですよね。そうなんです。全部でジャンプこれだけのキャラクターが総勢31人いるんですけど、まあ、見てわかるようにほとんどがこう女性キャラなんですね。27人女性キャラがいて、男性キャラがこの4人なんですけど、僕がやらせていただいた三崎アレクシスはこの銀髪の、はい、こちらの銀髪の男の子なんですけど、実はドイツと日本のハーフで、そしてしかしながら身長が低いという弱点を持っている。では負けず嫌いなんで牛乳とか飲んで頑張って伸ばそうとするんですけど、やっぱり伸びないかなみたいな、そういう可愛い一面がある男の子ですね。やっぱりその女性と男性のその男女混合のアイドルがいるっていうのが、このアイドリズムの一つの魅力なんじゃないかなって私思います。そんなアイドリズムの魅力をもっと詳しくご紹介します。基本2つの種類ですね、ゲームパートで構成されていて、 2D のアイドル育成パートと 3D のリズムアクションパートで分かれています。2D のアイドル育成パートではアイドルを特訓することでより魅力的なアイドルへ進化させることができる他に、強く育てていくことでそのアイドルの魅力が詰まった専用エピソードを読むことができます。 3D のリズムアクションパートでは動画投稿サイトで活躍している有名なクリエイターさんが提供した完全オリジナル楽曲がプレイできます。ただいま YouTube でアイドリズムチャンネルでそのアイドルたちの、ね、楽曲が聴けちゃうんですよ。しかも楽曲がですね、楽曲が増え方っていうのがあるんですけど、まあ、これがアイドリズムの一番の目玉、一番の特徴と言っても過言ではないことなんですが、キャラクター人気投票というものが定期的に行われていて、それで上位1位2位3位などに入ると楽曲の追加、そして新衣装の追加もその結果次第ということで、本当にプレイヤーの皆さんの一票一票でキャラクターの将来が左右されてしまうという画期的なシステムなんです。はい、ね、三崎アレクシス君は今現在2位を、はい、記録しております。このままいけば。そうですね、本当に1位も頑張りたいけどね。今までの総選挙でも結構この上位に食い込んではいたんですが、なかなか1位というのがなくて、最終日にくるっと1位から2位になってしまうということもあったので、まあまあいつか1位は取りたいですけど、まあ、でもそれだけのこれだけのキャラクターがいる中で上位に支持していただけるっていうのはすごい嬉しいことだと思うので、本当に皆さん応援ありがとうございます。27日でアイドリズムが1周年を記念します。おめでとうございますということで、先日各キャラクターの新しい衣装が発表されたんですよね。そうなんです。すごいかっこいい、かわいい。最大のレア度が解禁されたんです。今までは星4が最高のレア度だったのに、その新衣装は星5なんです。しかしまあ星5にするのは相当大変、長い道のりもありつつ、あとは
カウトっていう機能を使ってゲットするかっていうね、まあ、そこは引き次第運次第ということで、その他にもあのキャラクターグッズがたくさん出てたりですとか、あとイベントもね、定期的に展開されてるので本当にますます目が離せないんですよね。たくさんイベントがある中でお二人が特に印象深かったなっていうイベントは何ですか？そう、結構僕もやり込んでるんですけど、その中でもやっぱり印象に残ってるのは、今までテレビで放送されてきたアニメとのコラボイベント、これがですね、第1弾がセハガールとコラボして、まあ、その楽曲とそのキャラクターがまたアイドルとして出てくるんですよ、はい、なのでそれと第2弾が最近あったんですけど、スーパーソニコとのコラボが、これがまた僕の周りでもね、いっぱいスカウトしてソニコちゃんをこう自分の事務所に入れてあげようというソニコちゃんが歌って踊ってくれてすごい可愛いんですよね。で、アイドリズムでしか聞けないソニコちゃんの声とかもあったりとかして、すごい楽しかったイベントですね。そうですよね、ボイスがやっぱりオリジナルでこう、まあ、新たに撮っているので、それを聞くためにスカウトするっていうのも楽しいところです、ね、杉原さんはどんなイベントが？いや、私はですね、やっぱ第2回総選挙の時にアレクシス君が第2位にランクインしまして、で第1位がこれまた別ユニットの男の子で佐賀山陸君っていう子が1位になったんですけど、その2人がタッグを組んで出た新曲のオペラ・ザ・ロマンチカっていう曲があるんですけれども、そこがね、今までゲームのモードってノーマル、イージー、ノーマル、ハードっていう3種類だけだったんですけれども、オペラ・ザ・ロマンチカからベリーハードっていう新しいモードが出たんですよ。V ハードと言われる。V ハードと言われる。すごい難しいんです。すごい難しいです。早速やっては見たんですが、まあイントロ流れるじゃないですか。そこで力尽きるという。イントロで。自分で収録した曲なのにもかかわらず、イントロでじゃじゃあみたいな。それだけ難しい曲。すごいイントロでね、かっこいい声が入ってたりとかして。はい、リク君とアレクシス君のね、かっこいいセリフが聞けたりとかするので、すごいおすすめの曲です、ね、はい、本日のアニメジャパンのトムスさんのブースでもその楽曲が使用できる、はい、ブースがあるんですよね。今イベントが行われてますね、はい、後でやりましょう。後でやります。フルコンボを目指すというイベントで、フルコンボをやるとコンボをつなげて、そのあれですね、コンボ数で景品が得点がもらえるっていう、はい、イベントをやってるんですね。後でやりましょう、まあ、僕は知らないようにこうなんとか生き残って全曲全部聴けるように頑張りたいと思います。で、じゃあ最後に今野さんにアイドリズムの、ね、皆さん全国のプロデューサーさんに向けて、まだやってない方にも向けて一言お願いします。はい、リズムアクションゲームアイドリズム、本当リズムアクションゲームが好きな方もアイドル育成が好きな方も、ね、老若男女問わずみんなが楽しんでいただけるゲームだと思いますので、まあ、まだの方もぜひプレイしてみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私もこのゲームダウンロードしてるんですけれども、結構難しいこともあるんですが、音楽がすごい魅力的なのでどんどん楽しめて、今度からまた再開して星5つを狙っていきたいと思います。それではトムスエンターテインメントさんのブースからお送りしました。